テル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 リンドウさんありがとうございます。森さんが一番さん、7個目さんいらっしゃい。てんてん、すずなさんいらっしゃい。てんてんてん。はい、あ、負けたとこからですよ。ペンギンにね。どうもさん。さあ、行こう。結構。レディー。あ、レディー。これ誰だ。橋が見えないのこれ。これだっけ？こんばんは。華麗な19連鎖に向きました。はい、トモさん、シュンさんいらっしゃい。審判に早速タイムを要求しました選手。クロマネさんありがとうございます。ワクオスです。猫じゃらしさんいらっしゃい。ワコツです。バーソーさんいらっしゃい。ドルジさんがレイクです。ゴー！ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ナイス連鎖。どこ消し。気持ちいい。ワクトリお疲れ様。はい、よし。はい、連鎖。はい、気持ちいい。いかん、先に向こう。あ、いかん、いかん、いかん、ここに置いちゃいかんて。ここに置いたらいかんて、いかんて。いかって無理だろこれ真ん中に置いてしまうだひえあ真ん中に引っかかってしまうだレディーゴー。伊賀さんがありがとうノーコンキッドさんに続いての先生どうぞ。はい、どうも。あ、先生、先生、先週の先生誰だっけどうも、カナダからやってきました、ね、ビリーパンパンです。ビリーさんです。はい、ビリーパンパンです。ビリーパンパン、双子の弟の、弟です。先生に就任される確率は、はい、50%。ビリーパンパン、パンパンです。かん、あー、かいかいかい、ちょっと、あー、ちょっと、あー、ちょっと待て、ちょっと待て待て、これ着火。あー、連鎖ならない。いか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 い、これいか。あー、ちょっと、またまた、へ、またまた、ちょっと、またちょっと、ついてる。いかんよ、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 これちょっと、この人は歌声切なく。うわー、また赤と大門されて。あんなに一緒だったのに、夢はまたいつもの夢、俺は誰の夢を見ていたの、男の夢だよー、ててん。よーし、はい、どうも、私が新たな先生です。
よし。ラックスさん男好きですよね、こんばんは。はい、よし。でんらでらでらでん。もう連鎖を考えてたら負けてしまう。もうどん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 消していこう。適当連鎖が一番いいや。適当連鎖で適当に積んで。よし。適当連鎖が一番いいかもしれない。適当にやって連鎖してくれたらいいなみたいなね、そんな感じ。うわ、これだけなんだよ。届いた。届いた。俺らにはあんたと両親にはカミングアウトしてあげてね。あ、どこか、あ、ちょっと待って待って待って。赤が赤。よいしょ、よいしょ。よいしょ、これ、OK よ。よいしょ。どうだ、これ。よいしょ。ラックスさん、着物に立てないイメージあります。笑。いやー、まさに苦手ですよ。あ、危ない危ない。よくでもだからクリアしました、クリアできましたよ、このあのボバルテラ。よーし、来た。ブギャ、ウドデカバ来る前に、うわー、ルドさんやで、デカバだったのに、あ、嘘惜しい、うん、強いなペンギン野郎。てんれてんてんてん、しょうがない、こうなったら殿下の宝刀、ぷよぷよ系だけはダメなんですね。殿下の宝刀以降、まあダメってことはないんだけどね、まあクリアはできますけどね。はいはい、ワンコインクリアは無理ってことかな。起きる前に重なってたらミス判定です。ハットリスの教授だったようなでハットリスはセーブがないからね。よし、いよいよラックスさんはハットリス専門家ですか。いやいや、よいしょ。オールマイティにクリアするラックスさんらしからない苦戦ぶり。よいしょ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 。あ、左のデカバグが来てる。やろう。まあ、先にこっちのデカバグが爆発したから。大したことない。大したことない。くー、来てる、くー、来てる。よし。くー、もうちょいもうちょい。よいしょ、くらえよな。あ、ちょっと連鎖してないじゃん、今の。よいしょ。あ、ちょっと、ちょっと引っかかった。うわー、これが。あ、来た来た来た。あ、ちょっとこミニのパッド、これがな、ずれるんだよな、この落とすところが。うわ、ダメ。ミニのこのパッドは、航行機がほんとちょっと、よろしくないからね。硬い。ミニパッド。ミニパッドがちょっとね、落とすとこずれちゃう。てんてんてん。よし、もう適当に積んで連鎖を狙う方針でいこう。よっしゃ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 。まだ火がこなれてないんですね。まだこなれないね、これだけやってんのにね、ほんと。昨日の大魔界村とかドラキュラ X とかだけどね、アクション系はちょっと操作がよろしくないな。これ届く届く届く届きまーす。よいしょ、よし、もう勝っただろ。あれこれ277枠目だというのにね。え、テレレテ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 レ、アクションゲームやらないとこれ取られないかね。あら、あーちょちょちょ、あ、ちょちょちょ、あそこに、あ、ちょ、これ届かない、絶対届かー、青いの来い、青い、あー、あー、クソ、このペンタロウめ、は
い、次の方。はい、やっぱりね、女性の時代、女性でないとダメね。はい、パニボンの新しく来たサンタフェ先生です。ペンギンってごわし、ペンギンなんか、ちょちょいのちょいよ、私にかかればもうペンタロウさんはもうサンタフェ先生にかかれば。はい、いらっしゃい。あのサンタフェ先生はもうね、もうサンタフェ先生は毎日耳で遊んでるのに丈夫なボタンですね。わら、本当だよ。即決宮沢理恵、はい、写真集サンタフェ、どうもありがとう。がリクエストされました。私の写真集見てね。私の電車旗は、私のあられもない姿を見たって状態、はい、まるで私が現れるのが分かっていたとかのような。いや、届かない。わらわら、あ、やまだよ。はい、はい、まだまだ。渡辺美奈代さんもお願いできますか。はい、でも先生釣ったもんだがありますよね。わあ、なんなんなん、よし、これはこれはか、これは勝ちよ。はい、来たー、どすこーい。はい、焦げボンもこれでくらえ。はい、もう、もうは、もう終わりじゃない、まだ終わらないの。あ、しまった。 あ、大丈夫、これは、これはこれフォローで、はい、はい、いらっしゃい。あ、ちょっと、あ、ちょっと、ちょっと、あ、ちょっと、はいはいはい、うぅ、はい、まだしぶといわね、しぶといわね、まったく。はい、私の炎の2連鎖、はい、来た、おい、ほら2連鎖だ。はい、チポンじゃないのよ、私のチポンがいるから。あっと、はい、はい、しぶといわね、出すかい。いい加減にしなさいよ。はい、まだかしら、はい、はい、はい、来た、はいよ、はい、はい、あ、これでもか。あ、もう、ちょっと、あ、もう、クエスト、あ、いいよ、これでもか、まだ、まだかしら、まだなの、もう、ちょっと、はい、あ、そこそこに、あ、ちょっとそこに入った。もう年見せ、もうこのペンタロなんなのこの。はい、次の方、黒本さん、タカさん、71号さん、78号さんで、なんてこったい。次の方どうぞ。やはり時代は悪魔だな、悪魔の時代を、なかなか強いペンギンだ、悪魔が来たりて笛を吹く、なんだこのペンギン、このペンギンめ、あ、しまった、ペンギン野郎、あ、いらっしゃい。早めに連鎖をかけてゲージを貯めてデカ箱をお見舞いしないといけないね、こういう時はね。よし、もちろんだ。よし、早めにさっさと連鎖を決めてね。ただトロトロしてると向こう側はガンガンね、
ゲージ貯めてくるから。よし。神宮にいるペンギン並みに鬼畜だこいつ。鬼畜だこいつ。ここまで順調だったのにね。あのボバルテラの道をクリアした。頑張りましたかね。効果が出てたのに、効果がもう切れてしまった。ボバルテラの効果は、そんなになかった。ボバルテラの効果がしばらくはあったのに。よし。黒だけかける。よし。よーしな。よいしょー。ちょっと来い。よいしょー。どうだー。あれは偶然が重なるまで耐える作用でしたから。どうだどうだ、これでもか。よーし、2連打来た。あ、しまった、変なとこで、あれだな、もっと重なるとこやで、まさにしよう。よしよし、偶然待ち、これでもか、これでもか、ほら、これでもか。向こうの、向こうのゲージが、向こうのゲージが、うわぁ、向こうのゲージ、うわ、あーこれが、うぅ、出てきてる。あー、ちょっと、あー、ダメか、あー、諦めちゃうか、はい、諦めた。あー、ダメか、うわぁ、ご利用していくしかないね。はい、次の方、どうぞ。はい、やはりね、年寄りでないと、このペンギンのは、老怪なペンギンには勝てません。ペンギンのはね、ペンギンは老怪ですから、ねえ、やはりこの老怪な私が、行かないといけませんね。やはりね、運任せのプレイではね、ペンギンにはね、勝てませんよ。ペンギンにはね、運任せでは勝てません。私のように緻密な計算のもとやっていかないとね、ペンギンには勝てない。え、緻密な2連鎖。よし。緻密な計算のもとでいかないと、とてもじゃないけどね、このペンギンはね、勝てませんよ。緻密な計算による、結局南極ですか。連鎖じゃないとね、勝てませんよ、こいつにはね。とてもじゃないけどね。声がどちらかというと、老怪というか、老怪なんでもないです。私はもうとにかくね、老怪なこの、ベテランの味で。よっしゃ。よいしょー、老怪なこのプレイで、ね、やっていくもんです。あ、またずれ。よいしょ。老怪なプレイでね、ほら、もうちょい。はい。もう、まだ、あ、来たー。はい。なんのこれしき。はい。よしよしよし。どうだ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 、さちこでさちこでどうだ、あ、これダメだ、あ、届かない、あ、なんだなんだなんだ、わあ、青が潰された、あ、なんだ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 、あいや、まだ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 粘らんでか粘らんでか、はいはい、うわー、これまだまだ、くわ、向こうもくわーって出てる、おそらく向こうも向こうもげん、あー、どうかい、向こうももうギリギリなんでしょう、もうね、あれ、向こう全然ギリギリじゃないじゃん、くわーって言ってるの、こっちの方だった、新しい時代を作るのは老人ではない、新しい時代を作るのは老人ではない、私だ、はい、次の方、どうも、ジャー・アズナブルだ、やはり新しい時代を作るのは老人ではない、新しい時代を作るのはこの私ジャーだ、ジャーアズナブルがペンギンを粛清するしようというのだ、行くぞペンギン、このジャーアズナブルがペンギンを粛清するのだ、ケツアゴではない、ケツアゴには粛清できんよ、
技に粛清できるのは。アムーロさんは元気ですか？アボがアムーロは、アムーロは行方不明だ。アムーロはいずれまた軟禁されているんだろう。軟禁が好きだからな、彼は。ノースリーブですか？軟禁といっても軟禁のアドベンチャーじゃないぞ、ね、私は常にノースリーブだ。ノースリーブが正義だからね。ん、そんなものが効くか。軟禁のど飴ですよね。ノーパンしゃぶしゃぶですか？おらよし、軟禁のダメだ。これぞ私のジャスティス。柔道明日さんも最近見ませんね。柔道明日はあのそんなにあれだね、見ないね。私と共に来ればよかったのに、見ないね。アニメじゃないんですか？アニメではない、本当のことだ。よし、え、もう来るの？いやちょっといかんのよ。よし、デカバコの時なんか行くのか。バカめ、そんなデカバコは置いてみよう。そんなものが効くとでも思ってるのか。そんなものが効くとでも、ちょっとでも効くとでも思ってるのか。このジャオ、ジャオグローするというのか。しましたね、このペンタロウ。シャボン。続いての挑戦者どうぞ。どうも、アムーロレイです。やっぱデータのジャー早くて、やはりジャーはニュータイプのなり損ないだ。僕がニュータイプになろうというんだよ。どうということはない。僕がニュータイプです。やはりジャー大佐ではニュータイプにはなれませんね。ニュータイプは僕です。僕がニュータイプ、ニュータイプ最強です。私がニュータイプなんです。ニュータイプはあります。ラックス軍の花つまり物。そんなことはないです。ニュータイプ最強です。軟禁から解いてみました。地下にボンバーマンが隠してあるくらい言ってくださいよ。ボンバーマン隠してないけど、まだだ、まだ終わらんよ。僕には帰れるところがあるんだ。負けたら号泣しそう、わら。ここで終わりにするか、続けるか。ここで終わりにするか、続けるか。まあいつでも地下に帰れますもんね。なんのこれ時期、あ、爆弾がない。僕が一番うまくデータさんに乗れるんですか？僕はうまく乗れるんだ。僕が僕だって僕がってるんじゃないんだ。僕が負けてしまった。続いての挑戦者の方どうぞ。はい、どうもセリウスです。僕は賢くはないけども腕力はあります。腕力で勝負です。この運プレイは不安定すぎる、わら。運はないですけども。爆発もせずに大人になったやつがいるか。そろそろ空気読んであげて、わら。そろそろペンタロー頼むよ。枠に出てきました。ペンタロー忖度しろよ、この野郎。もう枠の時間がないぞ。僕は王子です。王子という名の王子です。あ、セリウス王子って言ってもソードマスターの方のセリウス王子じゃないですよ。ソードマスターのセリウス王子じゃないですよって誰もそんな王子知らないか。ソードマスターのセリウス王子知ってるのはよっぽどのソードマスター好きしか知らないから。
ソードマスター。あっちもセリウス王子だっけ？あっちもセリウス王子だったけど、あえてられて殺された人ね。悪魔に魂を乗っ取られるセリウス王子ですか？乗っ取られた。セリウス王子。大概やの。うわー、大。大概やの。うわー、ちょっと。待って待って、ここで手が動きたい。王子精子のカジノで金を取り込んだ人ですか？それ違う違う違う。よし。うわー、届かねー。来た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 。よいしょー。うぅ、うぅ、うてぇこいつ。あー、これ届く？届かなさ。あー、あー届いた。よーよかった。うぅ、しぶとい。ただの時間稼ぎにしかならなかったのである。うわ、また手が起きた。いや、まだまだ終わらんよ。はい、これは大丈夫、これは大丈夫。そんな大したことない。オッケーオッケー。あー、ちょ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 。あー、危ねえ。うわ、危ねえ。これダメだ。いや、まだいける、まだいける。届いたよ、オッケー。余裕のゆっくり落とし。うぅ、危ねえ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、オッケー。はい。ペンギンがナメクしてますよ。ペンギン舐めたことを後悔させてやる。地獄の底から後悔させてやるぞ。この私を、私誰だっけ。私はセリウスだ。よいしょ、よいしょ。大したことない。向こうのコラムス先生とか得意そうなシステムなんですがね。誰だっけ、ハソム。向こうの爆撃は自分か負けるの前提ですか。よし、いやいやいや、来た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 。あ、大したことなかった。でももうすぐデカバカ来る、デカバカ来る。 おいらのデカバカ見てください、僕のデカバカ。あれ、まだ溜まってない、全然溜まってない。大したことない、大したことないのは俺の方だ。俺の方が大したことなかった。あぶねー。よいしょ、割れてもくれ。なんです、そのヒント。よいしょ、よいしょ、ちょうどねー。お互い決定がない。よーし、え、まだ今の決まってない。さっきなんかすごい、あの、あー、嘘だろ。うわー、あと今勝った。あぶねー。時間調整バッチリ。パチパチパチ。どうも、セリウスでした。あの、ソードマスターのセリウスです。綺麗にいなして、最後に。あ、じゃあ、あー、ペンタロウとよかった。パチパチパチを。ありがとうございます。パチパチパチ。よかったよかった。一着で一人。まあ、先週がちょっと良すぎたからね。先週6人やっちゃったから。今週はまあ1人ということでね。ちょっと、なんだ、次はなんだ、宇宙人みたいな。はい、ご視聴ありがとうございました。PC エンジンミニ版、ボンバーマンパニックボンバーは、毎週月曜日やってます。来週はあの宇宙人から。なんとか、一枠で一人も倒せないという事態はね、ありえなかったんで。よかった。おやすみなさい。倒せてよかった。はい、おやすみなさい。おでした。おやすみボンバー。おでした。おでした。おでした。それあっちの、あの、ボバルテラへの道の方でね。はい、おでした。オツでした。オツでした。